11時12分です未来を歩くら新版 PECWAN300 万ユーザーが使っているソーシャル経済メディア NEWSPIX とコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスして紹介今日は国交省が運転者教育を強化睡眠不足への注意を促すという記事にフォーカスします解説してくださるのは NEWSPIX の公式コメンテータープロピッカーの小林貴則さんです 小林さんは自身の睡眠障害の経験をきっかけにこの社会問題を解決すべく2013年に株式会社ニューロスペースを設立。 働く人々の睡眠改善や企業で働く1万人以上の方の睡眠対策などに取り組んでいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。睡眠の,の登場でございますね。えー、前回もあのパワーナップという、はい、あのね、睡眠に関するね、えー、話だっでしたけども、はい、今回はその国交省まあ要するに国土交通大臣が運転者の教育をあの強化して。 睡眠不足への注意を促すということなんですけど、これ、どういう内容なんでしょうそうですね、物流業界とか、運輸業界の方の運転者の方々が、そういう運転者なんですね、なるほど。の方が、運転の乗務をする前に、必ず睡眠不足だったかどうかという健康でそこを確認するというのは義務化されまして、義務化されただけじゃなくて、運転者に対するどういうことをすると、睡眠不足になるかとか、そういう教育なども、 あの必要ですよねというのがあの言及されたあの記事になりますね。とはいえなかなか本当に何時間寝たかっていうのね分かるっていうのはちょっと難しいところもあるとは思うんだけれども、はい、確認するだけでもそうですね,そうですね、まあ、客観的にあの分析をしようとしたらなかなか難しいところもあるんですけどまずはまあ主観の、あのー、そういう眠いかどうかとか睡眠不足かどうかっていうところのチェックでも、まあ、すごくあの第一歩としてはすごいいい取り組みだなと。 思ってます、ね。どこに注目されましたか？小林さんは？あ、そうですね。あの、もうこの取り組み自体が、あの、始まったというのはすごくいいことだと思っているんですけれども。はい、やはり、その、まだ足りてない部分があるなというところ、まあ、睡眠を、まあ、かなり、あの、見てきた立場としては。あの、主に、あの、三つあるんですけれども、はい、まあ、一つは、あの、実は人間って、その。 睡眠不足があの慢性化するとあの眠気を感じにくくなるんですよね寝なくてもいい体質になってきちゃうってことあ寝なくてもいいというわけではないんですけれどもあの睡眠不足がずっと続くとですねあの 感じにくくなってしまう痺しちゃうということですね。なので、点呼とかで睡眠不足かどうかっていうのが確認されたところで、そこで眠くないって答えてしまってても、運転中に眠くなってしまうみたいなことがあり得るなと、なのでそういう慢性睡眠不足状態をしっかりとキャッチアップするようなアンケートとか、そういう取り方もすごく重要なポイントだろうなというところが考えてますね。 2つ目としてはあの、まあ、今回、その睡眠不足かどうかという量だけに注目をしてますけれども、質に関してもやっぱ睡眠、すごく重要なので、うん、まあ特にこれから暑くなってきますけれども、8時間とか10時間しっかり寝たとしても、暑い寝室で寝てしまうと、質が悪くなるので、しいですもんね起きて何回も起きて取りに、うんす,ね、すると寝ていてもやっぱりあの しっかり寝ていてもあの昼間眠いということにつながってしまうということがまず、うん、あのリスクとしての2つ目か、ね、といって冷房つけっぱなしだとね風邪ひいちゃったりとかいろいろ難しいですよね。ねはい、管理がねはい、はい ねはい、あ最後、ですねまあ最後3つ目としては食事の取り方だけでもあらランチですね、特に、はい、食事の取り方だけでも結構その勤務中、眠気って襲われやすくなるので<ー>、はい、例えばそのお昼ご飯を食べるときになんて言うでしょうご飯んとかパンとか炭水化物をがっつりとってしまうと、まあ、その後、血糖値が急激に低下してあの眠気に襲われやすくなるんですよね。<ー> まあなんでそ睡眠不足かどうかっていう量だけじゃなくて質であったりとかまあ慢性的に足りていない状態になってないかとかまあ食事の取り方っていうのもしっかり気をつけていかないとまあ根本的なそういう居眠り運転とかはあの予防できないだろうなというところ、うん、ちょうど今からランチの方も多いと思うんですけど具体的にどういうランチの取り方をすればいいんでですすかそうねあの特にその運転をするときその後運転があるときとかは、はい、あの食べるものと食べる順番を変えるってことが結構ポイント。 なりまして。もと順番ですか。うそうですね。具体的にはどんな感じなんでしょう。例えば、あの一番良くないのは炭水化物だけを、あのガッツリすきっぱなに入れると。 いう状態すると、はい、きなりラーメンだけ食べると。かそうですね、おっしですね。だから焼きそばパンだけを食べると、そういうことをすると、全部炭水化物。全部炭水化物。確かに。そうすそうそう、血糖値がもう一気に上がって、その後急激に低下するんで、よくない。そうですね。なので、例えば、最初味噌汁とか、サラダとかから食べて、その後に炭水化物を取るという順番を。気をつけたりとか。先に違うものを取ると、だいぶ、それは。いいんですか。そうですね。まそこの血糖値の乱高下が緩やかになるので。 まあ、急激な眠気に襲われづらくなると言ったところがポイントですね。食べる順番か。炭水化物はなるべく後ろの方に持っていくと。あ、そうですね。はあ、はい。 もう私も毎日あの気をつけて、えー、あのやってますね。なんかあの、水分の摂取量とかはなどうなんですか、なんか食事中にあまり飲み過ぎない方がいいとか、はいろいろという話も聞くんですけど、ね、あものによるとは思うんですけど、水分はでもあの同時にとっておいた方がいいと思いますし、特にこれからの季節とか、睡眠、睡眠、あ睡,眠じゃなくて睡眠、睡眠、ねはい、不足とかに陥ると、あのまあ、睡眠以外の,あのことにも問題が出てくるので、あまあ、その熱中症も含めて。 これあの運転ということに特化すると対策みたいなこう居眠り運転予防っていうのは人それぞれ適切な睡眠時間であったりとかって違ってくるので、はい、まあそこをちゃんと見極めていくっていうところ。 とあとは、はりその,、まあ、の今日の,あの p i クスでの記事にもありますけれども、どうやったらいい眠りが取れるかという知識、まあ、教育とかっていうものを、うん、まあ我々は睡眠の技術って呼んでますけれども、まあ、それをしっかりあの本人が知っていくということと、あとまあやっぱ会社自体がです、ね、まあ、そういう物流業界とかが、まあ、会社自体がそういったところ、ちゃんと従業員の方々に、うん、あの示していくようなあの仕組みが必要かなとは思いますね。うん、あととはあのできれば仮眠をを取るとかです、ね、お昼寝を積極的 取っていくっていうのは根本的なあの予防策になるかなと思ます。なすね、はい。<そ>じゃあちょっと運転して疲れたなと思ったら無理せず仮眠を取ってもいい。はい、そうですね。はい。あのインターチェンジのところとかで例えばあの一旦はい。でもね、うん、それはだからそういうことが許されるようなタイムスケジュールに会社もしていくう。はい ということも大事なわけですよね,そう,すねそうは言っても何時前に何かを届けろみたいなことになっちゃうと次ねっていう環境が今まではきっとあったんじゃないかとまだ本人もそうですし会社側もやっぱりそういう施策として根本的に変わっていかなきゃいけないと。うん いうのが今回、その国の,まあ取の取り組みで、国交省の取り組みでやりやすくなってきたかなというところですね。まあ冷静に考えればね、それで例えば事故が起きてということのリスクとかコストを考えたら、はいうん、きちっと休みを取ってその安全に運行することの方が会社にとっても本来メリットが高いはずですもんね。そそううですねなるほど睡眠とというなんか、ね、食べ方と、ね、そして<何>、えー、運転の ちょっとヒントもいただきました小林さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたえー、今回ご紹介したニュース気になった方は詳しくはニュースピックスのサイトにある小林さんのページをチェックしてくださいピックワンでした